はい、今日も来ましたが、いきなり一級ポイント、一級ポイントっていうか僕の本命ポイントに向かっております。車がね、いっぱい止まってたんだけど誰もいない。あの船着き場に、ああ橋の下にも1人、こっちの橋の下には2人、こっちから来て正解。さあ初 SLX、ナイロン14ポンドね。でブレーキが内部2の一旦外部3で、でこれメカニカルやります、一旦やろうか。一応このリールは僕的には30年前の赤メタの上位互換として入れ替えたんで、あの木葉っぱがない、ジャックハンマー引っかかってたら、あの僕のですが、頑張って拾った人は使ってください。引っかかってないよね。ウォーターランドのエンジェルスピナーベイト8分の3オンスっていうスタートですね。久々に、もうね見ての通り半袖ですけど T シャツ、暑い。もう気温が何度だか分かんないけど、車の車外温度計では30度。まあ車はね、走行風が当たらないところに温度計のセンサーがあって、で地面も近いしボディも焼けてるしって言ってて、あんま当てにならないですけどね。ちょっとメカニカル緩めたいね。今日はロッドは1652です。ほんといつものタックルにリールだけ変わった感じですね。親子連れがいて、対岸にまた土手の上に歩いてきた人がいる。なるほど、根掛かりを外しつつバックラッシュを直しつつ、そんな深くないはず。ってことはメカニカルを緩めたから外部をちょっとかければいいのか。今日も風がね、さっきまで爆風でした。あ、届いちゃう、呼んでいいみたい。で XG の巻きスピードにも慣れつつっていうか、スコーピオン DC、 21スコーピオン DC と 0.1 しか変わんないから、あっちが 8.3 だっけ、こっちが 8.2 だから、あの感覚で、だからそんなに変わんないのかもしれない。ちょっくらちょっとメカニカル締めた方がいいのかな。ここ浅いんすよね、多分もうボトムついてんだよな。グワングワングワンって手応えあるけど、2メーターないんじゃない、もしかして。あ、まあでも赤メタと同じぐらいかな、投げる人次第か。あそこの草が溜まってるところまで届かせられるかな。ちょっと緩めて、こっちは 3.5 でも今のもうちょっくらしてるから 4.5 ぐらいにして、メカニカルをちょっと緩めて、変わらん、ブレーキのがかかっちゃってるな。呼んでいいな。もういるっていうか、狙うとしたらもうこの木の下しかないっすよね。あのいつもの水草もないし、でもこのバックハンド、まあいいかって感じか。このハンドルノブがね、赤メタよりも薄くて、赤メタはね膨らんでるんですよね、かまぼこみたいに。こっちはくぼんでる形だからいいっすね、薄くて。あっちはあっちで掴んでる感があっていいんだけどね。そこら辺
いいよね投げて。こっち岸にいるの親子連れでね、橋の向こうにいるんですよね。なのでブレーキかかりすぎか、ブレーキ緩めてメカニカルで締めた方があれなのかな、イニシエの感じになるのかな。3にしてでちょっと締める。うん、SVS は緩めでメカニカルでやった方が飛距離は損失しないみたい。これね、ハイギアの見せ所、空中でラインを巻き取れるっていう。せっかくだからそっち行ってみようか。行ったことないよね、普段草に覆われてるから。魚っぽい今のコンって一回だけ鯉かな。ここはね、鯉の住処ですからね。でも枯れ草がいっぱい水底に積もってる。この水路の出口のところからあんまり環境が良くないように感じますが、多分夏になるとね、ここ草に覆われて来れないから。これバラですよね。この間江戸川の河原でもね、ただの草むらだと思って突っ込んだら、もうすねがあのバラのトゲが刺さった赤い跡で、自分で見て気持ち悪かったけど。あ、でも冬に草がなくなってる間に人が出入りしたみたいですね。道ができてる。こっち側方面にポイントが広がった方が僕は嬉しい。あの橋の周辺だけだとね、今日も来るとき考えながら来ましたけど、もう新川行くしかないからここ終わったらと思って、こっちが開けててよかった。で今日は真面目にね、今水面に影映ってますけど、西側の岸をやろうと思って来てますよ。もうなんかこっちも行けそうだから、こっち今日行きますか。新川行かなくて済むかもね。新川の西岸も久々にやってもいいなと思ったんだけど、あっちも全然行ってないですもんね。でパパってね、脱出しようと思って気が焦ってね、2歩ぐらい行くともう この辺もう地面ないから、あの注意してくださいね。落ちてもまあ深くはないと思うけど、心が折れますよね、大人になって水に落ちるとか。なんかここ大木が沈んでそう、こうやって見えるね。なんとなく見えません？そこ向こうに向かって、でここ土の塊があるから、もしかしたらそれが根っこかなと思って。ってことはその両脇に落とすといいんじゃないですか。このサミングした時のブーンっていう音もやっぱりプラスチックの部分で空洞の中で音が反響してる感じがしますね。ボーンって音が聞こえるから。ここもあの板で土砂止めしてる護岸が残ってるんですね。ゆっくり沈めて。今日は3月31日日曜日です。もう気の早い連中はあれですよね、スポーニングしてるかは分かんないけど、準備は始めてもいい頃ですよね。だからこの沿いはね、
水底がボコボコしてるっぽい、木が倒れてる場所があるのか。今日は魚の存在感じたいっすよね。横風だとラインがだいぶ浮くね。やっぱ 3.5 かな。さっき土手の上歩いてた人姿が見えなくなったってことは、あそこにいんのか、あの小川の T 字路のところ、あそこいるのかな。カバーはもうすっかりなくなってるように見えるけど、でも3から 3.5 の間だな。メカニカルブレーキはお好みで合わせるしかないですよね。あの無段階だから。あーなんかいたぞ今。それ違うかな、魚じゃない、違うか。今 3.25 ぐらいだから 3.2 ぐらいに、いや来てよかった。これもう4月中旬になったら草ボーボーになっちゃうんじゃないですかね。今風を背中で受けてるから音声何の問題もないと思うけど、僕の耳にはボー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 言ってますからね。飛行機低いな今日は。ここからなら対岸届くんじゃない。惜しい、あと 1m で。今日どうしようと思って、もう飽きちゃったらどうしようと思って、2832と2832にツインパワーつけてきたんですけど、今2時半、だから2時ぐらいから始めたかな。夕間詰め狙いですね、いつものように。でも思ったより今日は到着が早くて、着く頃にはもう2時半かなと思ってたら意外と早く着けましたね。どこ、まあ人、車はいっぱい走ってるけど、こっちの方はなんか渋滞する感じじゃないですよね、道の駅以外は。いや釣りたいな、30センチぐらいのやつ。ここで釣ったのは27ですもんね、測ってないけど。32、3ぐらいの釣りたいですね。これ志が低いんじゃないですよ、現実を見てるだけ。やっぱねフィッシングベスト買うわ。今着てるのカメラベストですけど、やっぱあれ便利だ、どう考えても。この間江戸川で、あの船着き場のところで、あの1名いらっしゃった方はベスト着てたんですよね。カバン持ってないですもんね、あれ絶対いい。で自転車で移動だから、あれ絶対いいな、いいんだなと思って確信に変わった。問題はどこのを買うか。シマノもあのライトゲーム用っていうやつはそんな高くないですよね、まあ言っても12,000円、セールで1万円になるかどうかで、まあシマノブランドだから高いなと思って見たのが、モンベル、モンベルも一応フィッシンググッズっていうかあるんですよね。一応っていうか一通りアウトドアの遊びをカバーしてるっていうか。でポケットの付き方がさすがモンベルで、だけどシマノのやつはライトゲーム用でも背中にフロートが入ってるんですよね。あの容量小さいけどないよりいいだろうっていうレビューがあった気がする。これ大人の男の人を浮かせる力はあるかは疑問ですみたいなレビューあったけど、いやそれでもないよりいいんじゃないですかっていう、そういうご意見もあって、まあそりゃそうだと。でもサーフだったらね、なくても大丈夫な気はするけど、僕ら世代は着衣浴とか学校でねやったことないから大丈夫かな。ちょっと待ってね、めっ
っちゃ喋ってたのに GoPro 熱で止まってたわ。もういいや、何喋ってたのか、どっから撮れてないのかわかんないから。はい、あの橋からねこの辺まで来ました。でこのね、なんだろう、足なのかな、枯れて倒れてるやつら、これがとにかくね大変ですよ。これの中途半端に折れたやつがすねにゴツって突っ張り棒みたいに当たるとめっちゃ痛いから、ジーパンじゃない人は気をつけた方がいい。ジーパンだったらまあなんとか防げる気はするけど、あのさっきもちょっと言ったんだけど、取れてるか分かんないけど、僕が買った足首のね、足首からすねにかけてあの巻きつけるゲイターっていうのがあるんですけど、あれは厚みもあるから、そういう防御力も結構あります。あの防水だからね、僕基本的にトレッキングシューズ防水の履いてて、であのゲイターをつけて膝下までゲイターで覆うと、ほぼ長靴みたいな、あの水たまりには入れないけど、上から降ってくる雨に対しては防水性能を上げることができるからっていうことでね、僕は使ってます。やっぱ XG あれだ、ノーマルギアじゃなくてよかったわ。こういうとこね、ピョンって引っ張り上げて、引っ張り上げただけだと別のとこに絡んじゃうから、早く糸を巻き取る必要があると。こういうとこでも XG は役に立ちます。バラがすごいんだ、ここ。これバラですかね、多分。そうだよね、トゲあるもんね。さっき行った人が戻ってきた、まあ、対岸だけど土煙が上がってる。濃いかな。魚でしょうか、今の音は。ここから届くんでしょうか。届きません。5メーターほど届きません。向こうが風が当たってるんだ。なるほどね。でもあれですね、思い出した、跳ねてるのは大概濃いっていう、そういう実績しか。跳ねた瞬間にあれ今のバスだなっていうのあったかな。もう覚えてないな、あったかもしんないけど。ちょっと糸が浮いたけど、でも何らかの魚の気配が感じられたのはいいことですね。ブレーキ引きすぎか、ちょっと緩めるか。ん？バスっぽいな、映ったかな今の。ここはバス以外だと鯉とナマズ、でもナマズの平べったさじゃなかったな。お腹が白くて背中が黒くて、あれはバスだろう。25センチ、元気に泳いでた。 GoPro 映ってるかな、角度的に映ってないかな。ここね、岸から2メーターぐらいのところをスーッと向こうに泳いでいきました。あ、ごめん、なんて言ったな今。スキッピング覚えたいな。これぐらいの水面から1メーターぐらいの高さの足場でできたらすごく便利だと思うんだよな。
練習しないのにできるわけないんだから。治った？いそうだよね、こんなとこ。こんなところにバスはいるって昔から言われてる気がする。色変えようか。これどこんだっけ。ペイフォワード、2分の1オンス。前に釣ったのこの色でしたっけね、覚えてないけど。これ系のゴールデンシャイナーみたいな色だった気はする。バチャンって結構音出すんだよね、カメも。届いちゃうよ。オーバーハングの日陰になってる、日陰になってるっていうかオーバーハングになってるところはもうここの足元みたいに多分50センチあるかないかぐらい、岸から1メーターぐらいだと思うんだよね。向こうの方が護岸はなんていうのされてないっていうか、こっちの方がまだ形が残ってると思うから。まああの辺はあれかな、コンクリート護岸なのかな。隙間が見えるけど、バラがねひどい。今見えてる緑色全部バラですからね。こんな良さそうなのに誰もいないんだな。みんな朝やったのかな。枯れ足が地面から50センチぐらい空間作ってて、でその上にあのツタが這うわけですけど、ツタが這うようになったらもうここ立ち入るの不可能ですよ。ヤブカラシとはよく言ったもんで、ヤブさえカラスという外来種なんでしたっけ。次の左側の木が第一チェックポイントかな。 水路の出口みたいなところ。もう GoPro がね挙動がおかしい。まあ、僕の動画はね喋ってるだけだから、決定的瞬間を取り逃がしたっていうことの確率の方が少ないからまだマシだけど、これ釣りチューバー GoPro よく使えてんなと思って。予備が2つは必要だよ。今3時15分、録画可能残り時間が3時間50何分とか出てるから、え、20分ぐらいしか撮れてないのってちょっと本格的に違うアクションかも考えたくなるよね。様子見に来てんだ。ヘラの人かな。久々にさらに下流まで行ってみようか。上流？もっと左の方。確かさ橋があったよね。絶対今の草がない時期に来た方がいいじゃん。意外と水辺が足場がある。ただ夏になるとこの足場があるところまでたどり着けないっていうね。そういうことだわ、きっと。こういうところでやるには六班でも邪魔に感じる。そういうとこね。でもこのロッドの長さがないとそこまでね水際から
竿先出せないから難しいところですよね。一回あのシンカーの方でね、この15101使った時に手が届きそうな杭に引っ掛けてクソって言った覚えがあるから、6フィート半あればあそここう竿先でねグイグイグイってやれば簡単に外れんのにっつって、真上までは触れないから上手くなりてえな。フリップで15メーターなんか飛ばないよな。肘に当てて竿を曲げるって言ってたでしょ。肘に当てて、もう一個できたんじゃない今の。もうちょいブレーキかけてバックラッシュ怖がらずに思いっきりやってみる。ああ上に上がっちゃった。ああブレーキ強めて練習した方がいい。これできた方がいいから絶対フリップキャスト。向こうね橋の方車止まってたんだよな。いやでも自分の汗のかき方からしていい季節になったなっていうのはなんとなく思う。暑い。ちょっと今ね泥にはまりました。あれかな、土手を降りてきた水がたまる場所だったのかな。あの藪に隠れて地面は見えないので気をつけて歩きましょう。いる。来いか。黒いのは濃いか。もうね真横に移動できないからこういう感じでね、めっちゃきつい。一旦ねこの藪から抜けてぐるっと回ってこなきゃなんないからね、さっきのとこから5メーターほどしか平行移動できてないけど、ウの子供がご飯の練習をしている。水の中でね背中出して水の中体沈めてやってんね。この辺はもうね足元がオーバーハングになってそうだからあんまりキワキワに立たない方がいいのではなかろうか。運動絶対いいよね。あんな浮島みたいなゴミのたまり場。この辺は多分ね、過去にも来てる。あの枝にワーム引っ掛けて、ネットで回収したと思う。いい影ができてんだよな。水辺はずっと同じ感じですね。その辺まで泥で浅くて、いるのかい対岸に。でも足の根っこに向かって投げるのやだよな。いるのかい。届かない。あの木の影とか良さそうだよ。対岸に渡るとね帰るのがすげえ大変になるんだよね。
回の真ん中だけだな。なんかね、こういう感じに真ん中だけ深くなってる。ちょっとブレーキきついか。ちょっとラインが浮き気味で、これは SVS の方をかけた方がいいのかな。メカニカルをちょっと緩めて SVS の方をちょっとかけて 0.1 ぐらい。急にブレーキかかった気がするな。うの子供が水面からジャンプして出てきたよ。もうちょっと浮かせたいね。あと50センチ。こんなもんか。やっぱ4時前になるとなんとなく太陽の光に色がついている感じがしてきますね。全然明るさ的には全然明るいんだけど、変更のせいか。全然昼間だったわ、青空で。もう夕方な、あいって、もう夕方なのかなって思っちゃうとね、気がちょっとせいちゃいますよね。たまにグラスを外して空の色を見ないと、そろそろ帰るのかなって心の準備が始まっちゃうから。いや、フック刺さったところが痛えな。バイキンかな。そんな急に反応しないか。なんかここヘラ台の基礎が点々としてる気がするね。シーズン前の基礎工事なのかな。もう一本向こうの木があるな。いけるかな。さっき良さそうって言ってた木あるね、対岸の。さあ、ここね、急に区画整理されたみたいな、区画整理じゃないか、整地されたみたいになってますが、面白いですね。季節の変わり目に、なんていうんですか、そういう季節が来たかみたいな。基礎工事の季節。さっき対岸の偵察に来た人も来週末あたりがいいかななんて言ってたから、仲間がいるんでしょうね。今ね、風が左、この向きにして左から吹いてきてるからね、あそこ投げたいんだけど届かないから、この足元のピンク色の花がもしかしてヤブカラシの花ですかね。これ違うかな。いや、多分あそこ降りれるな。やりたいね。絶対いるでしょ、あんなとこ。木の根っこが半分水没してて、流れも変化がついてるだろうし、日陰だし、深いかどうかは分かんないけど。この辺もう浅すぎんのかな。もうちょっと深場が ある場所の方がまだこの時期過ごしやすいのかな。やーべ、おセミ。おい、引っ張ればいいってもんじゃないからね。そっか、バスの姿をとうとう見ちまったな。いるんだな、この水域。いないと思ってたわ。カメが追っかけてきてる。やめて。そこ黒いの映ってる。逃げちゃった。びっくりした。黒い影が追ってくるけど、上から見て幅が広い魚ってなんだって、カメじゃねえかっていうね。あ、派手に。
そんなにやる気があるやつばっかりじゃないか。ホワイトチャートに戻そうか。これね、ブレードちょっと錆びてるの直したいね。ドーンは確か8分の3だったっけ、2分の1だった気がするんだよな。白でもいいけどね。でも一応ね、これも白だけどチャートも入ってるっていうお得なセットだから、白決め打ちよりは広範囲なカバーができてるでしょう。そっか、もう亀を見ちまったか。めな、亀と濃いな。そうだったそうだった。もうこのラインカッター寿命か。切れ味が悪くなってきたね。真ん中じゃなきゃ切れないかね。端っこが、両端が削っちゃおうかな。狭く使えない刃があってもしょうがないからね。パーンって一本ね、釣りたいよね。1年ぶりのブラックバスを、去年3月ですよ多分、ここで釣ったの。ここでっていうか、ブラックバスを釣ったのが。あ、まずいかも。思ったより奥まで行っちゃった。それも木の幹のど真ん中に。緩めて落ちればいいけど落ちないから、どうだ。おい、あぶねえ。こうやってどんどんこのスカートがあれだろうね数が減っていくんだろうね引っ張られてちぎれて。そういえば、あ、言ったっけ動画で、このウォーターランドのこの着脱式スカート製造が終わってしまうっていう。もう僕がそれを聞いた、結構前か、言ったか。一応僕はその時その情報を聞いて、いくつか在庫がある中から好きな色を3つぐらい買ったかな。これ何でも使えますからね。チャターベイトでも、このでかいフックに通すんだったら別にワームフックにでもつけられるから、ジグヘッドにつければラバージグになるしね、便利ですよ。特許持ってるって言ったっけ。でもやっぱね、単価って考えちゃうとね、安いから280円とかだった気がするんだよな。でそんなにね、飛ぶように売れるもんでもないし、いいものなんだけどね。製作所の、まあ、どういうところで作ってるか分かんないけど、商売って考えるとね、継続が難しいっていうことになっちゃうんですよね。釣り具なんて1個のパーツが小さいし安いから、どんどん厳しくなっていきますよね。だからあの Amazon とかで僕もたまに買うけど、進化20個セット50個セットとか、ああいう売り方しないと、もう1個50円とか100円とかで商売してられないから、商売にならないから、多分難しいよな。だからね、カメラの方だけど、昔ね、町田さんっていう僕の写真の先生というかね、いろいろ教えてもらってる方がね、フラッグシップのカメラを買うんだけど、俺がこれを買わねえとキヤノンが次の新型の開発ができねえだろっつって、だから自分が買える一番高いやつ買えばいいんだよっていうそれはあながち冗談、まあ、半分冗談半分本当みたいなね。その方もメーカー勤務ですからね、あながちただのバカ話とも思えないっていう。フラッグシップが売れないと企業としての、要は採算ですよね。トップグレードのものがある程度売れないと、その下のグレードの廉価版って言われてるものの値段が下げられないっていうことになっちゃうから、だから安いのでいいんだよはいいけど、自分が買える一番高いのっていう考え方も一つで、僕は今回この SLX は言い訳するけど、赤メタの入れ替えっていうね、そういう気持ちで買ったから、買おうと思えばね、買えますよ、そりゃ。どのぐらい？メタニウムぐらい？買おうとしてましたもんね、2年ぐらい前。あの、ブレーキのシューがいっぱいついてるやつ。10個だっけ。
でも結局その時まだ自分の釣りっていうかね、印旛沼でやる釣りがどういう釣りなのかっていうのが固まってなかったから、いろんなところに目移りしてたけど、今はもうね、もう印旛沼ベイトはもうこれ SLX でいい。これで別に20ポンド巻いてもこれ14ポンドで85メーターかな、全然悪くない、あのナイロンラインでね。で20ポンドで65メーターかな、確かそんぐらい巻けるから全然悪くない。ブラックバスにだったらもうちょうどいい。根掛かりでこの前にやったみたいに対岸の根掛かりでまあ手元で頑張って引っ張って切っても20メーターはロストするでしょう。それでも30メーター残るから、まあ遠投っていうかね、フルキャストっていうか思いっきりは投げられないけど、こういうねちょっと あそこのストラクチャーいいなとか、そういう狙い撃ちだったらできるから、30メーターぐらいあれば。さあこれ以上浅いところ行ってもしょうがないような気がしてきたんで、また元の場所まで戻ってみて、人がいたら道の駅の方行ってみようかな。さあ最初の場所、ちょっと水が澄んでるか、あれは鯉だよね、鯉じゃないかもしれないと信じて投げる。ここは澄んでんのか、風が当たんないっていうか流れが入ってこないから、このもうその日向になってるところあたりからはさっきと変わらず茶色い。あれ活性が上がってるんじゃないですか、もしかして。姿を見せよう。水面パクパクって鯉だもんな。お、誰もいねえ。ちょっと橋の下に向かっていくか。で、あのヘラ台がある方まで行っちゃおうか。あそこも草が生い茂ってくると行くのが大変そうだから、細かく探っていく。あれ一人いるか、いたな。じゃあ向こう行けないか。ちっちゃい魚がね、ピチャピチャ跳ねてんだよね。なんだろうね。今対岸付近でバシャーンってなった気がしたけど、バックラッシュを直したい。やべ、やってんね皆さん。こっちにもいっぱいいるか。やっぱりスピニングなんだね。それが現実か。ここでクランクベイトはね釣れるかもしれないけど、僕は怖くて投げられません。さっきすれ違った人はスピナベツ引いてたんだよね、スピニングだけど。でも対岸の人はワームみたい。どういうあれなんだろうねまあいろんな釣り方が一度に同じ場所で見れていいけどね。釣り方なんか決まってないんだから。もっと奥まで行こう。あの人が対岸に向けて投げてなければいいけど、沿いかな。やっぱりね、真ん中だけ船道みたいにね深くなってるっぽいよね。それもそれでも浅いけど、竿がこっちに向いてるから。お、すげえ切り開かれてる。すげえな植木ばさみ
やっぱりね、手前は50センチ。もうずっと向こうまであんだ。奥まで行こうか。すごいね、もう釣り場じゃん。あのバス用のお立ち台もいくらか作っていただけないものか。開発に協力しなきゃダメか。あー、でもこの辺はもうね、だいぶぬかるんでるよ。長靴のがいい。スニーカーは無理。うわ、潜る。この間の雨でだいぶ緩んでるかもしれない。そしてこっちでもバラに注意。あー、この先はもう泥沼だな。ここまでだな、陸があるのは。ああ、対岸にあんなところにも1名。やっぱやるよな、いい天気だもんな。魚も動き出してるでしょうって僕が思うぐらいだから、みんな思ってるよね。こっから先はもう多分そんなに変化ないから、ここはもういいかな。まあ、いつもの神崎川でしたっていうことで、そこの対岸ちょっとやりたいけどね、くぼんでるところ。うわ、届いちゃったよ。今日はよくやるね。まずいんじゃない。よし。いや、ライン切って対岸に拾いに行くつもりでしたけどね、もちろん。ふぅ、奥行きが見えないんですよね。偏光のせいなのかな。ちょっと裸眼でやってみるか。あ、手前に細い枝がこっちに向かってんのか。それは引っかかるわ。それはただ僕の目が悪いだけだったね、もしかして。細いからあれか、枝がその場で密集してるのか、こっちに向かってきてんのかが見えにくいっていう。今亀の後ろ足が見えちゃったな。亀だよね、多分ね。魚のヒレではなかったと思う。新川行くか。新川今日いっぱいだろうな。4時半でしょ、こっからだもんね。でもこの川じゃ、この場所じゃちょっと狭すぎる気がすんだよな。移動するなら今だよな。移動しよう。さあ、現在17時14分、新川に移動してきました。あの道の駅の新しい護岸柵がつきましたね。当たり前か。あそこもあれかな、緊急船着き場的なあれなのかな、もしかしたら。風が吹いてきました。まあ、風は吹いてたんだけど、こっちの方が風が抜けるのかな。で、スピナーベイと相変わらず、ウォーターランドの8分の5オンスかな。で、コロラドでっかいブレードがついてて、これでこの岸際をあの緑の橋までやって、今日は終わりかなと。ユーマ詰めの部スタート。やっぱりね、日が沈んで、まあ、曇ってるんですけど、曇り夕方っていうことで、風が若干肌寒いので、この涼しいパーカー、薄いやつでもね、直接風が肌に当たらないだけでだいぶマシなんで、こういうのを着てみましたと。で、皆さんね、撤収が早いみたい。もう誰もいないよ。この後ろの道の駅の歩行者用じゃない、あの国道の橋、あそこには2人いるかな今。治った？重いからね、ちょっとブレーキを5にして。
水に落ちてほしかった。重いな、やっぱり。散々日中叩かれてるだろうから、ここであえてね、誰もやってないだろうと思えるぐらいの強いルアーでやってみたらどうかっていう、そういうことですよ。ここは突破できない。糸がついてるわ。どうした？ワンコがいるぞ。リードがついてる。ん？事件じゃないよね。大丈夫？いわゆる白波ってやつだよね。結構あれじゃない？過酷なんじゃないの？この後荒れるのかな。曇って風が強くなってっていうのはあんまり良くない気はするけど、ラインが風でこっちに押されてんのか、さっきからなんかまっすぐ飛んでんのに引っかかると思った。水門があるところ、こんなのね、こんな場所、こんな時期に人気がありそうだけど、この時間に誰もいないっていうのはどういうわけだ。水は流れてないんだ、乾ききってる。水門が開いてんのに乾ききってるっていうことは、田んぼに水は入ってないってことか。意外とね、こういう感じなんですよ。降りれそうで降りれない。おい、びっくりした。さっきのワンコぐるっと回ってきたのか。泥だらけになって、やっぱりあのご婦人探してたんだ。まあ再会できてよかった。運動量の多い犬種はお年寄りが飼うにはね、大変だと思いますよ。うちの近所の犬の散歩の人たちはみんな犬に引っ張られて歩いてますからね。あれはどうやらボートだな。ボートが逆さまになって突き刺さってるんでしょ、水底に。ここ初じゃないですか、何気に。あの船の周りみんな撃ってるでしょうね。さあ、もうすげえ誰もいない。ここどうなんですかね。人気のポイントではあるけど、当然流れの下側ですよね。なるほど。ドームにはゴミなし。でも今日あの泳いでる姿は1匹、まあ多分バスは見たけど、ライズというかボイルというか、水面から出てきてんのはあの小魚だけでしたね。あのバシャンって一回言ったのが魚だった可能性はあるけど、ウの子供たちが練習してたからその可能性もあるんだよね。こっち行ってみる？ゴミしかないよね、多分ね。だんだん浅くなっていくんだろうし、暗くなる前にやめるか。もうちょっとなんかね、気配が欲しいよな。あんなそーっと泳いで、
通り過ぎるんじゃなくてさ、うわ、カメが顔出した。赤耳ガメ。